さあほら笑い合おう。このチャンネルはモアイとマサヤのチャンネルなのだ。飲みたくないの？飲み足り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 ないと。さあ今夜も笑いよう、飲み足りないとです。皆さんこんばんは、中村ゆうちです。皆さんこんばんは、杉田智和です。テンション変だなこんなテンションで誰も付き合ってくれない。ヤクロだから。ヤクロだから。この番組はモアイとマサヤがお酒を飲みながら30分間とは限らないけども自由に喋る番組です。ビール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 ということで、ちょっと収録がね、わりかし久々なんですよね。そうだね、そうそうそう、ね、喋っては、でも今週は月曜日あんまり喋ってないね。月曜日にどこぞの生配信で行ったっきりじゃない？もうひどい感じのなんかなんとか DX っていう人になんかすごい無茶振りされて滑らされて、ひどいですねあいつはね、本当ね、恥ずかしかったですって言ってたよ、マサタスっていう人が。ひどいですね。あ、じゃあ初めてですね、喋るのはね。ということで、ちょっとあの乾杯をいたします。あ、そうだね。乾杯を、とりあえず、はい、ちょっとあの僕一リットルのあれを買ったんです。乾杯ね。アルチーカレから乾杯。おっと その人の真似、その人の真似ですから、10兆言ってるから、うん、その人はこれを一気するからね無理です無理です。ちょっと合わせてハイボールにしてみたけどさ、収録になんなくなるから、ちょっとこれはね置いといて、ちょっと僕ジノ最近あの500出たからさ、ああ出たね。そうなのよ、ということで、あなたたち行くわよ、いいわよ。2回目、はい、2回目チェーサーハイボールその感覚がもう、うまい、ちょっとね、まあ、今日はちょっとやりたいこともあるんですけども、うん、ちょいとだけちょっと私の話ちょっと聞いてもらっていいですか、ちょっとね。やだ、なんでやーのー、じゃあしょくらない。そうそうそう、聞きますよ、聞きますよ。いや、先週さ、僕週末にまた静岡行ったんですよ、仕事で、で先週の週末ってことって多分お察しでしょうけどもね、私浜名湖ね、浜名湖の近く、あのうなぎで有名なの浜名湖の近くにいたんですけどもね、あのインターとかいっぱいあそこでね、ちょっといいちょっと、お仕事があったんですけども、台風直撃、台風だよね、だよね、ちょっと危ないよね、浜名湖だからね。そうなんです、浜名湖の近くにあるもうちょっと有名なホテルに泊めてもらった、もうたんですけど、そんなの周辺の情報をさ、ウェザーニュースで見たらさ、土砂災害って、危険って、その上は赤があるんだけど、その下の紫の、大変危険からの危険ってなって、危険なとこに俺、泊まってたの。あれ大丈夫かな、ちょっとホテルの人に一応聞いたら、これ大丈夫ですか、だってこの金は普通す、え普通普通なの、危険が普通危険普通なのですか。今日お客さん少ないんで、入れ替えないんで、5時半から9時半までずっと飲みますんで、どうぞっつって、
うん、そっちの大丈夫じゃないんだよね。いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて、この土砂災害のあれは大丈夫ですか？ダンス。軽っ。ダンス。いや、でもまあまあ。うん、とりあえず、まあ、ちょっとね、あの、その会場にも一応挨拶してもらって、ね、一回外出て、車乗ってたんだけど、うん、なんかめちゃくちゃ増水してて。あれって、そりゃそうだな。そう、船沈んだりしてんだよ、1個ぐらい。なんか、マジ大丈夫だよ、これって。で、戻ったんだよ。うん、戻ったらもう全員酔っ払ってんの。まあ、ラウンジってとこでまず酒飲めるし、あの、うん、5時半から開いた夕食会場でバイキングと酒いっぱいあるし、うん、全員酔っ払ってんの。もう、大丈夫って言ってから飲もうかっつっていっぱい飲んじゃいまして、うん、あの4時、累計すると多分5時間ぐらい飲んでたと思うんですけど、あら、5時間6時間ぐらいずっと飲んで、うん、で外見たら割と小雨になってやる大丈夫だった大丈夫だったそう、怖がってたのは他県から来たやつだけ。ね、結局お仕事はちゃんと普通にしたんだ。なんとかまあまあだいぶ縮小したけどね。次の日も雨降ってたんで、うん、朝晴れてたの。俺が仕事が始まるのが11時ぐらいだったね、うん、10時から雨が降りやがってですね。お、雨男だから、まあ、とりあえず、その外のイベントなしっす。うん、でもそこでやる予定だったあの結婚式のあのなんかお祝いのイベントあのコメント、うん、をいろんな人でみたいなのはやったんですけど、そのイベントは中止になったんで、うん、大きなお金は入ってこなかったです。そうなんだ。うん、まあ、また旅行になっちゃった。飲みたくないの。クマちゃんに続いて台風っす。ね、大変だね。なんかなんか持ってるね。ね、もう、うん、何？だってなんか通り過ぎる当初の予定だとさ、あの火曜日とかに来てもうスッて行っちゃうって可能性があったのに、一回行ってから戻ってきやがった、あの台風。まあ、ただいま。ただいまじゃねえんだよ。もう、うん、俺も突っ込んだぜ。戻る、うん、おい、ただいま台風。ただいまじゃねえんだよ。サンサンこの野郎っつって、まあ、サンサンって言うらしいけど。うん、っつって言うよ。もう結局また、あれっすよ。また帰れないっすよ。うん、そんなやけくそで、そんな中やけくそでやったですね、うん、競輪が当たりましてですね、あの100円が6000円になりましてですね。おお、でかい。ちょっと嬉しかったっていう。でかいね。まあまあそのぐらい入ってくる予定だったんだけど、それを言い出したらもう。まあしょうがないです。いや、でも嬉しい、嬉しい。100円だけ買ったの。100円が6000円だよ。そうそう、当たってめっちゃ嬉しかった。帰る道であれさ、酒飲んでやりましたよ。すぐ使う。すぐ使っちゃった。お好み焼き食って酒飲んでやりましたよ。すぐ使う。すぐ使う。ガイガイス。ね。いや、もうこれだけはどうしてもこの番組で最初言いたかったです、うん、災難だったね。もう本当、まあまあまあ、でもまあ競輪でちょっとまあ、うん、いいかなって思っちゃったなんか、うん、あとお好み焼きうまかったからいいな。飲みたくないの。じゃあ俺も話しますよ。おうおう、うん、先月今月、はい、アマゾン使いすぎ。先月は何だったんですか。先月は、はい、CD ですね。はい、トゲトゲの、セカンドアルバム、うん、4950円、初回限定版、と、シングル1枚、うんうんうん、
アマゾン限定メガジャケ付き。いや結構いいお値段ですよね、うん、あれね、うん、でもね1300なのそれは。ああまあまあまあ、まあ、うん、もう安いぐらいですね、うんうん、で今月しょっぱな、うん、ガールズバンドくらいブルーレイ2巻、うん、8800円。いや買ったな8800円。買いました。8800円。一回酔っ払って見ちゃってもう一回シラフで見ようって約束してるんですね。そう、うん、1巻はなんだっけ、うん、あの前にいとこのとこ行ったじゃん。はいはいはい、はい、そこで買ったの1巻、うんうん、で 2巻を、うん、今回アマゾンで買いました。おお結構いってんな。来月3巻買います。結構いってますね。でもね、うん、3巻の表紙はアワちゃんだから、あらアイスバリーです。すいませんおいこれはマサヤくんの真似ですよ。これはね俺がやると全部一緒になっちゃうんだけど。なんか俺がやるバカなやつの前見てる感じ。バカではないですね。バカではないです。バカではないです。ういういしいだけです。あ、うん、あいいこと言うね。いい言いますね。いい言いますね。そうですね。そうですね。確かに。そう。ういういしい。ういういしい。そうですね。アワスバルちゃんはういういしい。あの中で一番ういういしい。ういういしい。うん。もうついつい津田で言いそうになっちゃったけど今ういういしい。ういういしい。やっぱ言っちゃった。やっぱ言っちゃった。いやまあ見てもらえば分かりますけどね。そうですね。ね、うん、うん、いやでもいや久々にハマったけどね。ハマったね。ねえガーズバルね。うん。まったにね略し方がねなんだっけ。まだ言う。まだ言うんだ。ガルクラ？合ってる。合ってる。合ってる。合ってた。前バンクラっつったんで。バンクラ。そう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 。バンクラはない。バンクラ。うん、ガルクラっすよね。ガルクラっすね。ガルクラっすよね。まあ、3D のやつにしてはすごく表情がすごい良かったりとかうん、ライブシーン。ライブシーンはめっちゃいい。めっちゃいい。ただ普段のシーンだけ普通の絵で描いてくれんかっつって、うんうん、まだ言うけど俺悪くはないんだよ。でも悪いことないんだけど、うん、なんか急にビーン的な感じのなんかさ、うん、なんかそんな感じがなんか VR ゲームやってるみたいな感覚のシーンみたいな。ちょっとそんな感じがしちゃうのよなんか、いやいや、まあ、でも、事前にでもね、バンドの人が、うん、ちゃんと声をやってるって知れてよかったけどね。そう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 。そうそう。ももかたんすごい上手。うん。ももかたんはすごいうまい。うん。ももかたん天才。うん。あんまり褒めるなよ。で、その他の方は、ういういしい。うん。それって私も入ってるんですか？何なんですか、ういういしいって言葉簡単でいいですよね。何なんですか。それって下手ってことですか。下手なんて言ってる。ういういしいって言ってる。ういういしい。言いそうだな。確かにな。ういういしい、ういういしい、ういういしいって、そうやってそうやってバカにして何度も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 せからしかもう言われてるみたいなんか。いやもうもう見てもらえばわかります、この世界観ね。モアイさん、お気になさらず。
これあのこれ同じ気持ちで笑いたい人はちゃんと見て見てガルクラを見てついてきてついてきて、うん、で久々にハマったから本当に俺まだしばらく喋るよ、うん、いいですよ全然もうこれ俺2本分ぐらいになってもいいと思ってるから、うん、だって俺別に Hulu で全話見れるのにブルーレイ買い出してるからだよねだよね、うん、だよねそう俺あれだよもうなんか、ね、一緒に見てるやつは見ずになんかあのネットフリックスでまたあのトークサバイバーが、うん、そっちを見ちゃってるかいやしかもね、うん、見てるのはね、うん、しかもね、うん、ガールズバンドクライはいなんとはいスマホゲーム化決定マジっすかおめでとうえー、え何ビールをいっぱい飲むゲームわかんないまだ内容はわかんないけどあそうなんだそうこの間8月31日からね、はいはい、YouTube で期間限定で全話一挙放送、うんうんうん、オーディオコメンタリーの配信が始まってあまだ見てね、うん、まあ明日までなんだけどおお明日の12時までやってるんですかね明日、うん、明日の夜の11時59分までやってますけど、OK、うん、徹夜します。あ、徹夜できないか。徹夜できないか。明日見ます。絶対見ます。うん。あ、ほんでそこで発表されました。ほら、何値段ついてても買うようでさ。俺も買うよ。お前さんも買うよ。うんうん、まあ1000円超えたらちょっと考えるけど。おじさん貧困になっても買うようーんうーん値段による、ね、でも分かんないもんスマホゲームって急に終わるから最初のうちに買っとかないとねうん、うん、そっかまあ活躍具合によるねどうかたんだもうさあの普段のあの俺を知ってる人がこれを聞いたら多分びっくりするんだよねいつもねモモカタンモモカタンこの番組だけでもそういうこと言うの本当により素に近いっていうモモカタンあの通話の内容をトーンを開けて言うとるだけやからな。うん、あ、かんない。いや、違うな。通話はもっとうるせえだ。どっちか、どっちかつうとね、うん。どっちかつうとね。うん。ただ、声は張ってはいる。もう分かった。もう分かった。もう分かった。一番は だから最近あれかあのなんか登録者数増えてる割にさあのさ、うん、再生数下がってんだよ何なんだよあれさ登録者数伸びてんだよなんか知らないけど再生数下がってんだよなんでだよなんでだよおい前回のミリオネアの下り面白かったろ面白かったろあれなんで12回なんだよ本当によめっちゃ宣伝してんだけどあれおかしいなあのまあ P 入れるけど3見たらしいぜうんいやいいね来てたからあそうなんだいいね来てたからあのインスタでねうんそうです見たらしいよありがとうございますクロート好みなんじゃないですかなるほどねこれ今なるほどねと同時に今、うん、久保田の真似しちゃって、うん、再生した嫌い嫌いとか言わないの飲みたくないの、まあ、とりあえずビーブビーあビーじゃんハイボールハイボール
私は正真正銘のビールだからね。あ、そうだ、何飲んでるのの下りを言ってないか、うん、今日何飲んでるんですか。ビールだよ。ビール、え、ビール、朝日スーパードライ。イエス、おー、イエス、イエス。あ、そうなんや、当たっちゃった、当たっちゃった、当たっちゃった。僕はジノンとハイボールス、うん、自分からバラしていくパターン。ジノンとハイボール。吉瀬だ、吉瀬じゃん。壁の脱ぎゃ赤毛。もうオーラがすごい。吉瀬はあれ、これあんまりでした、これもうオーラが歩いてる。詳しくは相席食堂。すごいね、吉瀬美智子が出てきてさ、吉瀬じゃん、吉瀬じゃん、吉瀬じゃん。あと吉瀬がずーっと滑っとる、うん、でもいいね、滑ってもオーラがすごいから。オーラ大滑り、オーラ大滑り。オーラだけしかないか。オーラ大滑りはオーラしかないから。逆に痛えババアじゃん。お前今何言った。あれ。オーラを感じられん人間からすると痛えババアじゃん。なんつって、まあ、みんな感じるから、キッセのオーラは。感じるかこれ。キッセのオーラもう、感じんよ。いてえババアじゃん。バックがだってもう虹色になるんやで。あ、そらあかん。さあ、ということで今日は。そう、今回やりたいことがあったんですよ。そう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 、このまま終わってしまいそうだった。そうだね、そうだね、うん、今日あのトークテーマ話をちょっと久々にやりたいなと思って、なんか久々に開いたら、なんか会員登録しろって言うんだよ。うん、うん、そのなんかいろいろとあのなんか、まあ、会員登録したんですけど、はい、うん、会員登録したらなんかいろいろとジャンルが増えてたんで。なるほど、うん、ちょっともう久々にちょっとできるだけやってみようかなと、うん、ということで、あのジャンル増えてます。ジャンルね、恋愛、面白、悩み相談、真面目、エンタメ、生活、話してルーレット、英語、大喜利っていうのがね、ありますね。とりあえず、端から言ってみる、まず。うん、ランダム恋愛、面白、悩み相みたいな感じで、なんかあの 端から言ってみようかな。ああ、いいよ。とりあえずランダムで一回。ランダムで。はい。もう、ねえ、これはもう、とりあえず読みます。うん、とにかく、貧乏で貧乏生活が続いてます。実家暮らしで、友人も数名です。何よりお金がありません。なんでミックスでもお金を持ってるんでしょうか、知るか。あとちょっと、ちょっと、あんま笑えん。あんま笑えん。これはあんま笑えん。うん、事情があんねん。いろんな人が思う。アホか。それがアカンみたいに言うな。アホ。ピコピコ。赤みたいに言うな、アホ。金はないよ。ないよ、金は。ないよ。金がないのが切り崩してみんな生きてるんだ。せやな。んとか楽しく生きようしとんねん。なんだよ。知るか。なんでみんなお金も、運が良かったんじゃ。運よく、なんかうまいこともあっとんだよ。前世でなんか得寸なんだよ。あれだ、得寸なんだよ。多分俺の先祖は殺しちゃった。知らんけど。あと殴ったりしたきっと。うん、じゃあ俺の先祖はあの
アリの巣を一個一個埋めてったわでその穴にお湯を注いだりして、うん、その穴めがけて焼きそばのお湯を湯切りしてたチャッチャッつってチャッチャッ最後の一滴それなんかその穴からなんとか出ようとするアリを見ながらそう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 ってぐらいのことをしたから今金がねえんじゃないか、うん、そうだな多分きっとそうだ、うん、なんこれわしらのこと言うともかお前あんま俺実家じゃねえか俺実家ねえけどまず実家があるだけありがたいと思いなさいバカ野郎はいはい次さあというわけで、ものすごい長くなってしまいますので続きはまた来週。お送りしたのはモアイとマサヤでした。飲みたくないの